ありました。あ、愛子ちゃん、愛子ちゃん、愛子ちゃんだ。愛子ちゃんがね、2019年12月22日日曜日のね2期研究生お披露目イベントの公演をセレクトしてて、いやあ、だからなんか、なんだろう、無意識でツインにしたのかもしれない。そう、その公演私ツインテールで出てましたぜひ皆さん見てみてください。いやーなんかね、やっぱなんかみんな、なんだろう、時の流れを感じました今見たらちょっと恥ずかしい、ちょっとどころじゃなかったです。もうなんかひえーってなりました本当に恥ずかしかった。いっこうさん、めちゃ可愛いギフトありがとうございますありがとうございます。いやいやなんかねなんだろう、なんか一人ずつ自己紹介みたいな感じで意気込みを俳句で言いますみたいなのをやっててなんか私言ってましたね。瀬戸内であなたと見たい夢の先って言っててちょっと笑いましたでも俳句でって難しいよねヒューとか言わんでアザトス、アザトス、確かにアザトス、アザトスですねでももうあの時本当に緊張、なんかもう見るからに緊張してたし、本当に緊張を思い出しました。なんかね、お披露目公演までのレッスンの期間が1週間とかしかなくて、8日9日、なんか短くて、本当に人生で初めてダンスをしていやーもうなんかいろいろと思い出しました。まだぎこちなかったねって、もうなんかぎこちないどころじゃなかったですもう本当になんかもう必死必死、なんかもうついていくのに、立ち位置に移動するだけで必死みたいな感じでしたね。あ、ポジションの移動のぎこちなさがって言われてる。そう、もう本当に、その頃から見たかった涙って、いや全然今も本当にダメダメなのでまだちょっとダメダメなので、ぜひこれからを見ててください。そうなんです、そう今思い出しました。だからツインにしたのかも今日。なんだかんだ私公演でツインテールをやったのは、お披露目公演がそのお披露目公演で最初で最後じゃないですか、確か。違うかな、そんな気がします。あれ違うかな、
その時本当に短かったツインが、だから その時に比べたらだいぶ伸びましたね。これぐらいでした。これからどんどんツインテールしていこうってでもなんかね、あの時にちょっとあんまり似合わないって言われてだからしてなかったんですよね。あ、でも負けるようにいずれなったらしたいかもしれないです、ツイン。そう、リトチャ公演でもやってないですね。え、でもしたいな、リトチャ。いつか私みんなでツインしてみたい。ね、ゆる巻きのツインかわいいですよね。ということで、ちょっとツインから話が広がってしまいました。今日は日曜日、いかがお過ごしでしょう。巻くの得意じゃないです。本当にストレートアイロンでこうまっすぐ伸ばすのも得意じゃないです後ろの方とかってさ、どうやってみんなしてるんだろうって思って。仕事でした。お疲れ様です。お疲れ様だケロってますってどういうことケロってますか。せやかいのランダムメールはいつ。それは私もちょっとランダムメールはいつなんだろうってそう思いますね。ストレートアイロンとなんだっけ、あの巻く方のアイロンあるじゃないですか通じるか。待って、ストレートアイロンともう一個なんだっけ、なんとかアイロンあるじゃないですか。そっちは私手をもう本当にやけどするから使えないんですよね。ストレートアイロンしか使えない人間なんです。そう、ランダムメールは大鳥を飾るんだろうなって。いやでももうね、2週目に行ってるからね、原田は存在を消し去られたのかもしれません。え、待って、ストレートアイロンと何ですか。手を火傷するアイロンなんだっけ。ヘアアイロン種類、あ、カールアイロン、コテカールアイロンの方がね、何度か使ったことあるんですけど、本当にあの、なんだろう、もう熱い部分がそのままむき出しで出てるんですよ。だから私は火傷してしまうので使
使えません。コテ。そう、カールにするやつ。でもね、いずれちょっと使えるようになりたいですね。橋幸さん、尊いギフト10個ありがとうございます。尊い。龍平さんもギフトありがとうございます。そう、今日はね、ナスを食べました。おじいちゃん家から送ってもらったナスを食べました。美味しかった。なんかね、何をかけて食べるんだろうって思ったので、何もかけずに食べたんですけど、美味しかったです。今ヒデキンガーさん、花火ありがとうございます。タコ花火三連発ありがとうございます。バンバンバン。え、マーボーナス食べたい。最近ね、何もかけない、何もかけずに食べることにハマってるんですよ。変わってるっていうのかな、これは。変わってるっていうのかな。目玉焼きとかも何もかけずに食べる。目玉焼きを何もかけずに食べるのにハマっています。そう、素材のね、味というやつですね。フォローしました、ありがとうございます。ぜひぜひ、まだの方は右上をピンクに、右上のハートをピンクにお願いします。ハート。ハート。もう15分も経ったの？あ、そう、豆腐も食べたんですけど、豆腐にも何もかけずに食べるのにハマってるんですよ。なんでだろう。すごいハートってやってる。なんかね、いろんなハートの種類みたいな、なんか画像を見つけて見たんですよ。本当にね、10種類ぐらいなんかいろんなハートの作り方載ってたんですけど、もうこれしか覚えてないや。けんちゃん、ギフトありがとうございます。どんなのだったかな。なんか本当にいろんな、なんかもういろんな、なんかあ、こんな、あ、これあった気がする。なんかいろいろあったの忘れちゃったな。なんだっけ、なんだっけ。1個
く覚えたんだすごいぞってちょっと褒めてもらう基準が基準が低い気もしますがありがとうございます。そうだね、ツーショット会に使えそうですね。カズさんハートいっぱいありがとうございます。待って思い出せん、なんかいろんな、どんなだったっけ、ハート定番。スクショとか撮ってないかな。今日暑かった。すごい日差しが、日差しさんさんでしたね。いやー、スクショしてなかった。ないですね。忘れちゃった。ロールキャベツさん、可愛いギフト10個ありがとうございます。日傘はもちろん、もちろん日傘は外に出るとき差してます。今来たケローって、こんばんは、こんばんの白さが増してるようなってたまにね、メンバーとかにも褒めてもらえるんです、褒めて白いって言ってもらえるんですけど、本当にこれはあれですね、ただ引きこもってる日差しに当たらないからなだけですね。本当に今年の夏は、今年の夏も、今年の夏は日に当たってないですね当たってないですね。いや、日焼けはします、日焼けはします、頭皮日焼けするんですよ頭皮日焼けして本当に毎年大変なことになって、痛くて痛くて、ね、普通に日焼けもします。でもね、8月、今年本当にね雨の日が多かったからね、飲む日焼け止め飲んだことないです。でもどういう仕組みなのか気になりますよね、本当に。え、効くのかな、どうなんだろう、気になる、いつか試してみたいですね現実逃避そっちの逃避じゃないな日本のさん飲んでました？じゃあちょっと私も飲もうかしら飲もうかな。あー、そう、でもね、言うよね、日焼けした後、日に当たった後ビタミン C を取ったらいいみたいなこと
言いますよね。よくな、え、あ、ほんとだ、スクショ撮っとこう。あ、え、え、あれ、さっきね、2345人の方が累計見てくださってるってなってたんですけど、もう変わっちゃった。え、スクショ撮った時はちゃんと2345になってたかな。え、なんか微妙、なんか撮った瞬間242423になっちゃった。どうなんだろう、ちょっと後で確認します。ちゃんと2345で撮れたのか。え、過ぎてました。嘘。数字の並びが好きな子なんですって言われてる。え、でもなんかさ、レシートとかも結構なんだろう、234円とかだったらちょっと嬉しいですよね。777777777はそれは一番嬉しいね。ね、なんかすごいいいことありそうだよね。え、この前777ケロだった？それはラッキー。確かにゾロ目はなんか嬉しいかも。え、昨日の買い物777円だった。いいな。私あるかな777円。ちょっとじゃあ今度計算して買おうかな。そうなるように。あ、ちょっとやろう、今度やってみます。777円を目指してちょっと買い物してみます。でもね、時間に余裕のある時じゃないと。あ、そういうことではない、それは話が違うの。それはずるい。あ、そっか、消費税。え、でも消費税込みの値段だよね、コンビニとか書いてるの。あれ、込みで書いてないですか。書いてないっけ。あ、両方書いてる店が今多い。おー、じゃあちょっとやってみようかな。すごいなんか不審な客になっちゃうかも。すごい電卓で計算しながら店中うろうろしている。なんか私ラムネ大好き人間なんですけど、最近コンビニいろんな味のラムネがあって。山井さん、クマありがとうございます。ありがとう、クマ、ありがクマです。フラッシュ暗算はちょっとどうだろう。ちょっとどうだろう。そう、昔からラムネ好きなんですよ。最近でもラムネブームが、時代が私に追いついてきたのかもしれませんね。ラムネすごいいっぱい種類が売ってて最近びっくりします。なんかいろんな味がある。そう、食べるラムネの方ですね。
そういつかね、昔こんだけ一気にラムネ食べましたって言って見せた画像で、そう皆さんをざわざわさせてしまいましたね。今またまだあるかな。いや、画像を遡るのがちょっと時間がかかってしまうかもしれない。グミ最近食べてないですね。グミ最近食べてない。昔中学とかの時めっちゃ好きだったああラムネ。そうがない。結局画像の整理はアルバムの整理全然してなくて増えていく一方ですね。ありました。あ、でも今見たらそんなかも。この量を一気に食べたって前見せたんですよ。すごい家庭基礎ファイルって書いてる家庭科の試験勉強でもしてたのかな。あ、なんか見慣れたって言われてる。そう、ラムネ好きです。そう、でもね、最近はこのラムネじゃなくて、なんかこの袋っていうか、なんていうんですか、袋お菓子とかが入ってる、グミとか入ってる感じの袋に入ってるラムネを食べてますね、買うときは。そう、それがね、本当になんかいろんな味が最近出てる。最近食べたのは小梅のお菓子あるじゃないですか、飴、それの味のラムネ食べました。そうそうそう、ジッパー付きのやつ。小梅のラムネ今日食べました。お、タイムリータイムリーですね。今日も今日とてお水ですね。お水を飲んでます。ちゃんとこのこのコップで飲んでます。どこのお水って買ったお水です。そう、
限界突破猫。え、なんて言ってたっけ、限界突破にゃんこ。ラムネの語源はレモネードから来てるの。え、どういうことですか。ラムネレモネード、え、どういうこと。あ、そう、森の水ですね、そう。森の水ということにしておきます。森の水。え、レモネードはあれですよね、レモンの飲み物ですよね。え、ラムネってさ、飲む方のラムネが先にできたんですかね、それとも食べる方のラムネが先にできたんですかね。どうなんだろう。レモネード、レモネード、え、なんでレモネードがラムネになるの。どういうこと、どういうこと。あ、飲む方が先なんだ。ちょっと調べよう、ラムネ語源。語源、レモネード、レモン水、レモネードがなまってラムネになったの。レモネード、レモネード、レモネード、ラムネ。ラムネード、ラムネード、ラムネード。待って、なまってもラムネになりますか、そんなことある。レモネード、レモネード、ラムネード。ごめん。そうなんですね、面白い。面白い。でも多分あれですね、いろいろ渡り渡ってラムネになったんでしょうね。あ、レモネだと。あ、レモネ、レモネードのことをレモネだとって言ってると思って、レモネ、ラムネ、あ、ラムネってなったのかな。そういうこと、そういうことかな。レモネド、レモ、レモネード、レモネド、レモネード、レモネード、レモ、え、わからん、わからない、わからない、わからないけど、初めて知りました、ありがとうございます、知識が、知識が増えた。昨日のね、そうタワーのお礼をそうさせていただこうと思って、そう思って、あのなんかお知らせのショールームの新しいギフトみたいな欄にギフト紹介みたいなのがあるじゃないですか、それ探したんですけどなくて、ないなかったので、ちょっと何タワーか分かんなかったんですけど、分かったんですけど、きっと、じゃあなんだろうな、私がじゃあ名付けますね、はい、リンゴを食べて元気を出そうさん。何タワー、何タワーかな、リンゴ飴、リンゴ、ペンギ、ペンギリンゴン。どういうこと、ペンギリン、
ペンギリンゴンタワー、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。リンゴ飴、お祭りですね。ちょっとリンゴンはなんで私もリンゴンって自分で言ったのかちょっとわかんないんですけど、リンゴ飴、ありがとう。さっき配信始まる前に書きました。そう、でもちょっとリンゴ飴は私あんまそんなね食べないんですけどね。いやリンゴはね、個人的な意見を言うと、もうそのままが一番美味しいんですよ。もうね、素材そのもの、リンゴはもうね何も手を加えなくて尊い存在なので。え、じゃあ消しますね。で、他のまた次のタワーをは今から描きます。あ、お、激しく同意って、え、だよね。だよね、素材だよね、リンゴ。消します。バイバイ、ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう。あ、そう、でも冷凍リンゴめっちゃ美味しい。冷凍リンゴ美味しいんですよ。コンビニにね、冷凍リンゴというものが売ってるんですけど、それが最近美味しくて、最近というか、それが美味しくて。消すとこ見せんでもって言われてる。見せちゃった。冷凍はね、いいです。なんか本当にね、ちょっと一回皆さん食べてほしい。ちょっとめっちゃ美味しい。ちょっとめっちゃ美味しいってどういうこと。ちょっとね、リンゴ市場に、リンゴの歴史に革命が起きるレベルで美味しいんです。次はタワー小熊四尺大花火筒2021タワーを書きます。え、冷凍バナナは食べたこと、え、冷凍バナナは食べたことないですね。冷凍バナナって売ってるんですか？ね、冷凍フルーツなんか本当にいろんな種類売ってて、コンビニ美味しいですよね。ブルーベリーの冷凍美味しい。
冷凍ぶどうも美味しい全部美味しい。冷凍うどんも美味しいですね。ヌヌシャク玉花火筒って書いてる。ヌヌシャク玉花火言い方は花火師風ってそんな意識してなかったんですけど、四尺玉花火筒、四尺玉って大きいのかな。相当大きい。たまや 1.2 メートルぐらいなんですか。1.2 メートル。それはめちゃめちゃ大きいですね。じゃあはい、サラマンダーさん、四尺玉花火筒ありがとうございました。ありがとうございました。え、サーヤンサーヤンくらいの大きさなんですか。え、直径がってことですか。じゃあこのクマがサーヤンサーヤンサイズということですね。でもさ、これクマを打ち上げようとしてるからちょっとだけかわいそう。ありが
とうございました。四尺玉を花火つつ、じゃあ消します。アリガタワーでした。消しますね。次は なんだっけ、矢倉じゃなくてなんか盆踊りの真ん中にそびえ立っている何か、矢倉で合ってる？あ、矢倉で合ってました。矢倉を描きます。なんか難しい。もうお知らせのとこにギフトが載ってなかったから、すごい小さなのを見ながら書いてるので、ちょっと書きづらいかもしれないです。これはどうなっているんだ、これはどうなっているなんだ、これはどうなっているんだ。提灯があって、提灯がありましてのそこはちょっとじゃあ原田アレンジで、本当だ。私待って、今書いてたけど、クマが捕まってますね。クマを書いてなかった。前髪はちょっと今日薄くしてますね。どうしよう、クマをどこに書けばいいですか。よく見えないんですけど、おそらくこんな感じだろうという感じで描きますね。見えない。クマ。
よくわかんない、よくわかんないことになったな。ちょっとなんかよくわかんない、よくわかんないな。ね、真ん中に太鼓があるんですね。ちょっと背景でごまかそう。ちょっと一人で出来に笑ってました。初見さんこんばんは。こんばんは。 ST48 2期研究生の原田さやかです。何を言ったらいいんだろう。好きな食べ物はなんだ。ナスナスビです。秋が好きです。そう、最近悲しかったことは、最近というか昨日悲しかったことは、私昨日配信が終わった後お風呂に入って顔洗ってたらまつげがびっくりするぐらい抜けてなんかもう 10本ぐらい同時に抜けて悲しかったというかびっくりしました。まつげがこれはなくなるんじゃないかと思ってそうなんですよ、それですね、悲しかったこと。え、何もしてない。なんかこう顔洗って目こすって、え、なんだろう、まつげ引っ張ったのかな、わかんないんですけど、わかんないんですけど、うん、ドバってまとめて10本ぐらい抜けちゃってちょっと悲しかったです。早変わりの季節とかあるの、まつげ。そんなことありますか。あとは何だろう、あの爪、足の爪をすっごく深爪に切ってしまったことですそれぐらいかな何の話だろうこれ、何の話ですか知らんがなえ、でもちょっと私本当に結構疑問なんですけど、足の爪ってどうやって切ってますか。どう、あんま、なんだろう、絶対毎回深爪する、絶対深爪します。私それで数日間痛いですね。いやー難しいよね、足の爪切るのって。なんかえ、足取り外しできんのって、え、皆さん足、あ、皆さんは、え、足を取り外せる人類なんですか。え、ちょっと私はまだ旧人類なので足は取り外せないんですけど、あ、その気になれば取り外せるの。え予備パーツ持ってるの？いい
ですね。新人類だね。え、足専用の爪切りって売ってるんですか？え、なんかそう、本当にもう今深爪なんです。なんかなんだろう、まあ、足の爪はさすがに見せれないんですけど、え、なんだろう、爪がちょっと待って、後でちょっと絵に描いて説明します。なんかそんな、こんな話をしてたらタワーができました。え、そう、本当に本当に毎回私深爪するから、なんだろう、切る、どの体勢で切ったらいいのかが分からない。カズサさん、タワーありがとうございました。何タワーだろう。矢倉から脱出クマタワーありがとうございました。パチパチパチ、ありがタワーです。矢倉から脱出クマ。わかんない、ちょっとタワー名がわかんないんですよ。あ、これ脱出じゃないのかな。矢倉に登ってるのかもしれない。それはわからない。あ、個人的には矢倉からこれ降りて祭りに参加するんだって降りてるのかと思ったんですけど。あ、脱出じゃないの。ありがとうございました。ありがとうです。嘘、登ってるの。あ、太鼓、太鼓叩きに北側ですか。あ、そうなの。太鼓、もうなんで僕も祭りに、僕も盆踊り踊るんだって言って降りてるのかと思いました。まあ解釈はね、いろいろということで。ありがとうございました。パチ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 。ということで、じゃあまた消しますね。なんかもう今日は書いては消し、書いては消し。不思議な配信。ずっと何かしら書いてますね。消します。じゃあ、脱出しようとするから消されてしまったクマが。もったいないって、もったいないって、ありがとうございます。そんな、またいつでも書くので。このホワイトボードとも長い付き合いな気がしてきました。いつ買ったかな。もう1年ぐらい経つかな、買ってから。じゃあちょっと次に行きたいと思います。次は、あ、かわいいクマさん。
皆さんは最近悲しかったことありますか？なんか嫌だ。彩香に会えなくて悲しい。それは私も悲しい。唐揚げが1個足りなかった。どういうことだろう。唐揚げが、買った、唐揚げ買ったのに、普通なんだろう、5個入り買ったとかだったら4個だったってことですか。それは悲しい。きっとあれですよ、唐揚げなかった、唐揚げの分別にこれからいいことがあるってことですねそういうことにしましょう。お面をつけている。可愛く描けない。なんでこんな時間になってるの？聞いてない。ちょっとメール送ります。ありがとう、教えてくれてありがとう。嘘、もう1時間以上経ってたとか気づかなかった。ありがとうございます。今日はびっくりだ定番芸とか言わないで。ちょっと本当に今焦ったんですよ。普通に配信終わってからゆっくりお休みメール送れる時間あるなって思ってたんですけど、気づいたらこんな時間、びっくり。ちょっと文もののでちょっと今打ってます。ありがとう、教えてくださって。もうでもこの下り何回目だろう。
スミケロメール。ちょっとツインの写真は撮ってないので、明日のじゃあおはようメールで送ります。送りました、ありがとう、教えてくださってありがとうございます。あ、でもまだ53分だ、すごい、すごく優秀でしたね今日は。7分も時間を持って時間に余裕を持てました、ありがとう教えてくれて。書いております。今日はずっと書いてる気がする、書いては消し書いては消し。どうなってる、これは マジカルキャンパスデー、そうだね、さやかりんのマジカルキャンパスデーですね。でもなんかもうずっと書いてるからか、なんかうまく書けなくなった。月曜日30日かな。わあ、何年か前の夏休みは宿題に追われていた頃ですね。30日、夏休みの宿題に絵の宿題だけ早そう、よくわかりましたね。なんかね、美術のなんだろう、絵を何枚か描くみたいな宿題あったんですよ。それとかでも一番にやってた。すぐやってました、それだけ。そう、なんか得意なものから私やっちゃってたから結構、違う、国語の宿題とかはね、国語だから、なんか原告古文漢文とかからやって、
あ、絵の宿題一番にして、その国語系次にして、え、次何してたかな、あ、もう理科系を次にやってそうですね、数学と英語をはぁって思いながら同時進行とかで進めてみたいな感じだった気がしますそう、あ、でもなんだかんだ私読書感想文とか作文系一番最後に残してたかも。結構なんか焦りながらやってた気もします。皆さんはどういうタイプでした？そう、数学とかね、もうなかなか終わんなくて、苦戦しました。嘘、やらないで怒られるタイプでした？え、最初の1週間で全部終わらせてたって、なんか本当にそういう、すごい、もうそういう友達いたんですけど、本当にすごいですねすごい、もう本当にそれが初めのうちに終わらせて、夏休みをもう心置きなく満喫するっていうのが一番理想っていうのはもう分かってるんですけど、そう、理想だよねでもそううまくはいかなかったですね。あ、明日やろう、あ、まだ全然大丈夫とか思いながらダラダラしてたら気づいたら待ってって感じになってる。答えを丸写ししてた高校時代、でもね、私もね、いつかな、もういつの時代か忘れちゃったんですけど、中学か高校かどっちかの何年かの夏休み、本当にもうこれは終わらない、もう絶対に終わらないっていう次元で終わってなくて終わってない時があってお姉ちゃんにもうお願いって言ってやってもらった年ありましたそう、ちょっと自白、バルカリン自白そう、ありましたねもう多分ね、文字とかで先生見たら分かるんじゃないかなってちょっと思ったんですけどそう、お姉ちゃんにやってもらった、そう、ありました。懐かしい、今思い出しましたそう、姉キロそう、なんだかんだ優しいんですそうと、そんなこんな話してたら絵が描けましたね。タワー、
いさん、何クマだろう、お祭り満喫中クマタワーありがとうございます。ありがとうです。ありがとうでした。ありがとう、ありがとう。あ、花火もありがとうございます。パチ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 。いやー、今日はかつてなくタワーの絵を描いては消し描いては消ししました。ありがとう。右手に持ってるのはタバコじゃないですよ、花火ですよこれは。ありがとう。そう、お面はキツネかな、キツネかな。じゃあ最後はタワーを消して消して終わろうかしら。消すところまでがワンセット。ありがとうございました。ジユンさん、ポンポンヨーヨー、ありがとうございます。ありがとうございました。はぁ、あ、綺麗か。あ、メール来たってよ。あ、ありがとうございます。受け取ってくださって。ということで、白に戻りました。まあ、テロップ加工。キャンパス？キャンバス？キャンパス？キャンパスかな。マジカルキャンパス出張版ということで。あれ、キャンバスですか。さやかりんのマジカルなんですか。待って、自分のプロジェクトなのにキャンパス。あ、キャンバス。あ、待って待って、さやかりんのマジカルキャンバス、私は何をやってるんですかね。セトラブで、セトラブのプロジェクト名は何ですか。あ、キャンバスなの。あ、あららら。あ、ちょっと待って、大学になっちゃうキャンパス。あらあら、ちょっと待って、え、あらら、ちょっと編集。あ、ピーさりげなくちょっと戻しました。変えました。正解のマジカルキャンパス。あ、そう、文字化け、そう、文字化けしちゃったわ。ちょっともう、ちょっとどうしよう、壊れてるのかもしれない。私の端末が壊れてるのかも。あら。はい。ということで、なんか気づいたら1時間以上経ってたですがね。本日もありがとうございました。ありがとうございました。そんなこんなわけで、じゃあそんなこんなわけで壇上を読ませていただこうと思います。じゃじゃん、ダダダン。はい、13位、山笠さん、ありがとうございます。
12位、イギータさん、ありがとうございます。11位、カズサさん、ありがとうございます。10位、ヤマイさん、ありがとうございます。9位、カズさん、さやかに楽しい、ありがとうございます。8位、トリサンさん、ありがとうございます。7位、静岡の天パンのたけさん、ありがとうございます。6位、ビルマさん、ありがとうございます。ありがとう。5位、せいのさん、ありがとうございます。4位、いっこうさん、ありがとうございます。3位、ハーツさん、ありがとうございます。2位、ちばたさん、ありがとうございます。ありがとう。そして1位、ロールキャベツさん、ありがとうございます。ありがとう。そして本日のラッキー40の方は、だんだん、あわっこひろくんです。ありがとうございます。あと、ということで、本日も一日お疲れ様でした。日曜日、明日から月曜日で、新しい1週間も暑さに負けずにのんびりと頑張っていきましょう。ということで、じゃあおやすみなさい。バイバイ。ありがとう。おやすみなさい。